本校では、山大国の所在地に関する学説のうち、機内地方にあるとする山大国機内説を概説する。荒井白石が古史通ある門において山和国説を説いた。しかし後に外国の古都庁所で筑語国産文群説を説いた。以降、江戸時代から現在まで、学会の主流は機内説と九州説の二説に大きく分かれている。ただし、 九州説には、山大国が移動したとする説と移動しなかったとする説がある。当選説では、山大国が機内に移動して、山王権になったとする。久米正雄は、二王朝平立論を提唱し、実行里至る女王国一万二千余り里の女王国と、回路三十日の山大国とは別の、相違なる二国であり、畜死にあった女王国が、和国大乱を通じて、 機内に見こした新大都が山大国であるとする。1960年代には、機内で山大国の時期にあたる遺物があまり出土しないのに比べ、九州では豊富であると考えられていたが、1970年代から交差年代による考古学的年代決定論の研究が進み、機内説を有力とする意見もある。2000年代に入り、奈良県の巻向遺跡と、 橋墓古墳を山大国と卑弥呼の墓に否定し、大和朝廷の成立時期が遡るとする放射性炭素年代測定と年輪年代学による年代間が国立研究所によって示された。紀内の土器の放射性炭素の測定を国立研究所が言って、紀内の大和地方での初期国家の成立が山大国と同時代まで遡るとの説もあるにある。 この機内説に立てば、3世紀の日本に少なくとも、マトから大陸に至る交通路を確保できた勢力が存在したことに。ただし、九州説、機内説、当選説はどれも結局のところ、大和王権は大和朝廷であるか否かを、それぞれが説明するために作った説で、場所の否定が先にあるのではなく、大和朝廷とは何か、現在の政治権力と大和朝廷の関係は、 こうあるべきだと説明するために、山大国論争は始まったのである。山大国紀内説には、美和国藩、大阪府などの複数の説が存在する。この中では、奈良県桜井市美和山近くの巻向遺跡を山大国の都に否定する説が有力とされている。山大国紀内説では、紀内には最大級の都市遺跡がある。義に調校した山大国は、 その当時の日本列島最大勢力であったはずという過程に基づいている。機内が卑弥呼の没後である三世紀後半から国内最大規模の勢力として存在していたことは疑いようがない。逆に機内説の弱点として挙げられるのは次の点である。かつて機内説の重要な根拠とされていたが今は重要視されていない説は以下である。橋墓興奮。 ありがとうございます。